私吉井徳江と言います。は、これちょっと食べてみて。自分で作ったね、粒を置いてったんだけどちょっとびっくりした。あの、もしよろしければこう手伝ってもらえませんか。ざるに入れて。頑張りなさいよ。はい。店長さんじゃないのよ、預けに行ったの。ねえ、もしも。あ、すいません。よかったですね。ああ、みんな受験打ってる。知り合いが言うにはね、その人ライじゃないかって。私たちも日の当たる社会で生きたい。こういう仕事を一度してみたかったの。私たちが肩代わりしてはしゃるよ。あんたまだ残ってんのよ。こちらに非はないつもりで生きていても、世間の無理解に押しつぶされてしまうことはあります。そうしたことも伝えるべきでした。店長さん、おいしいときは笑うんだよ。そうそうそう。探してくよ。